皆さん、おはようございます。上野隆子の俳句 TV、今朝の一句をお届けいたします。今日は10月の18日火曜日。 となりますね。ちょっとね、今月は配信の方が、えー、不規則になっておりますけれども、えー、お許しください、えー。ちょっとね、あのー、10月はいろいろ入れ替えがありまして、えー、水曜日と木曜日が交換ということがありまして、ちょっといろいろ手こずっております。申し訳ございません。えー、それでは今朝の一句松尾芭蕉の俳句をご紹介したいと思います。 松尾芭蕉は生涯に千句余りの句を残したと言われておりますけれども、その中から毎朝一句ずつご紹介していきたいと思います。それでは、今朝の一句、二百244番目の句です。うちはもて。 あうがむ人のうしろつきうちわもてあうがう人のうしろつき1685年松尾芭蕉42歳の時の句です。それでは 解説してみますうちわを持ってきて仰いで差し上げましょう参照すべき人の後ろ姿の像であるな」とこのように場所は歌っているのではないかなと思います。 えー、それでは、さらに中身、内容を見てみましょう。まず、俳句の五、七、五から、えー、ちょっとチェックしてみたいと思います。まず、上五、うちは・も、て。で、五文字が始まっておりますね。では、次の中七と言いますと、あうがむ、ひと、の、と。ちょっとね、この中七が難しい。文、えー、語帳と、あと、 古典的といいますか、ちょっとこうね、語呂が、えー、古い言葉を使っておりますが、7文字で一応、切れが、区切れが、言葉の区切れが来ております。そして下五、後ろきということで、5文字。 ですね、えー。今日の句は、えー、5、7、5、俳句17文字17音のリズムとしてはきっちりと整っている調子の良い句ということになるかなと思います。それでは、じゃあ俳句の、この句の記号はと言いますと、まず、うちは始まっておりますので、うちわもてといえば、えー、このうちわですよね。ですから、これが記号で、夏。 ということになりますで。この句は夏の句だなというふうになりますね。うちわを持ってきてそして拝む人のっていうふうに書いてあるんですね。なんでこれは参照すべき、えー、拝むようなあがめるようなという意味合いかなと思います。拝むっていうふうに書いてありますので、えー、まあ拝む あがめるか、まあ、二つが一緒になったような言葉で、参照する、こう、拝むように、尊敬すべき、こう、仰ぐような、拝むような気持ちというか <laughs>、そんなような感じに受け止めま、受け取れますよね。そして、そういった人の、人が、人がいる、参照すべき、その人物がいて、そして、その参照、 すべき人物の姿が後ろ付きになっているっていうことなんですね。なんでこの姿が後ろ向きになってなんかこう後ろからこう突き上げられるように書かれているっていうことなんですね。それを場所はこのの夏暑いですのです 人の姿これをまうちわを持ってきて「仰いであげましょう」じゃないですかと「仰ぎましょう」「仰いであげましょう」と「仰ぎおごう」じゃないですか「仰いで差し上げましょう」というそういうような意味合いに取れると思うんですね。でこれが「拝む人の」っていうここの中七がすごく難しいんですけれどもこれだけだと今む人の」っていうここの中七がすごく難しいんですけれどもこれだけだと今の」 今の言葉では単純にそこに人がいて、その立派な人がいて、こう拝んで差し上げましょうみたいな後ろから、後ろ向きのその姿に、こう後ろからでも拝んであげましょうという、そんなような風にも受け止められるんですけれども、この句には前後にこう前書きがいろいろ添えてありまして、結構この前書き、難しい前書きが添えてあるんですね。 で、この前書きによると、これはどうやら人物の像であるというふうに読み取れるんです。えー、何かね、その、万歳老人ということで、万歳老人の後ろ向ける事象の像にっていうふうな前書きが書いてあるんです。ですから、何かこうね、 万歳をしているんだか、万歳老人と言われ続けていた人物の何かしら立派だと言われていた人物の像があり、そしてその人物の像を、後ろ向きの自称の像だというふうに前書きで歌っているんですね。ですから、後ろ向きって言ったらもう後ろ向きなんですよね。 で、後ろむ、後ろつきっていうのは、後ろ向きのことなのか、後ろから後ろ向きになって、こう、ゾっていうことなので、何か後ろからこう突き上げられるようにして、その像が立っているのかな、というような感じにも読み取れますよね。まあ、暑いさなかに、 なんかこう後ろ向き、象の後ろ向きの姿を、えー、この時場所は見ているようなんですね。そしてその像に向かってその万歳奉仕という人物がいてその万歳老人すでに年老いている姿のようなんですね。それは万歳奉仕と言われている、まあ、お坊さんのようなんです。 その姿をこう背向きの姿をこう像に見て、えー、この方がその山奥で、えー、世に逆らって山の奥にひっそりこもりながら、まあ、悟りを開いたかその自分の教えを開いたかでこ,うこもって、えー、修行したと。 その、まあ、厳しい姿というのが、えー、何かこの像の言われとして、こう伝えられているようなんですね。山奥に、そうした、まあ、世に逆らい山奥にこもった姿。それが、えー、どこか、こう、そうに、えー、山の奥に、こう、そびえ立つように、まあ、後ろ向きにね、えー、立って、 いるそれが世に逆らって山奥にこもったんだけれどもそこで悟りを開くために何か修行していた、えー、老人の姿そしてまあ年を取ってしまった老人の姿が描、えー、かれているということなんですね。 それを見て場所は、その、まあなんてね、こう厳しい修行で、えー、この奥まった土地に、こう厳しいね、修行の中に、こう像を、その姿を見て、誰かがそれを像にして残してくれていると、それを見て、まあ、あの、参照すべき。 尊敬してあがめてあげましょう。暑そうですので、うちわで仰いであげましょう。さぞ大変だっただろうなと、えー、何かね、よほどの、えー、覚悟で、えー、そんな風にね、山奥で大変だっただろうということで、あ、え、が、ー、めてうちわで仰いであげましょう。と、そういう風に場所は読んでいるのではないかなと思います。それでは、今朝の もう一度ご紹介したいと思います。場所244番目の句です。うちはもて、がむ人の後ろきうちはもて、がむ人の 後ろつき。1685年、松尾場所42歳の時の句です。それでは今朝はこの辺で。バイバイさよなら明日は水曜日ですので、また朝配信はなしです。えー、俳句講座コミュットの方から13時午後1時から生配信が あります。それでは、さよなら。また明日。あ、また明日じゃないですね。えー、明日はコミュートですので。<laughs> それでは、さよなら。バイバイ。あ、えー、っとですね。それからもう一つ、えー、今週は本当にね、あの、イレギュラーなんですけれども、木曜日。今週の木曜日も、やはり水曜日との入れ替えがあって、木曜日も、ちょっとね、お休みさせていただきます。えー、ですから次は、えー、大変ややこしいんですが、 金曜日、金曜日配信となります。申し訳ありません。えー、ちゃんとね、今月い,いっぱいの間に、なんとか予定をきちんと整えて、えー、今朝のックと、ハイク TV と、二本立てで、ちゃんとやっていきたいと思いますので、えー、皆さん、どうかお許しください。それでは、次回は金曜日。バイバイさよなら